売ってきますので、それをピタッとここくっつけましたね。くっつけたら執行で前へ出ていきますが、この時相手の肩が床にピタッとくっついてるんです。そうするとしんどい。相手は相手の肩が今この下に落ちてるでしょ。いいですか。この下に落ちたこっちの肩よりもこっちの肩の方が下がってる状態で執行していきます。こうすることで相手はしんどい。これをこうやって引っ張ると、こうやって引っ張っていくとこっちの肩の方が上なんです、うん、この肩がつかないでこう下ろしていくと、その手を下ろしてごらん、うん、そうそうそう、これだとあんまり相手腰に力がかかっていかない。いいですか。ここに隙間があると相手楽になりますから。打ってきたものに対して肩をすっつけていく。肘を取っているということは相手の肩を地面につけるためにやってます。鼠径部でつけて鼠径部の動きで落としたら、このようになんていうかな、腰からここへ落ちてくるんです。やっぱり前に出すというよりはすっとここへ、ここへ来られるのでピタッとここへ、でそのままこう押して、先ほど言ったように足をここへ縫っつけるようにつけると、これが隙間なくここへピタッとこうくっついてくれるので、このまま膝を少し前に出してこう出してピタッと、ここへパンとこう沿うんです。でここへパンと入っていって入れると非常に真下へ落ちてくれるので、ここへずっと相手にこう密着していくような感じ。